ベタで置くと感じないんですよ人間。ベタっと置くとこれダメなんですよ、はい、でもこれが僕のやってる仕事のスピードなんですけど、これは実践では通用しません。また僕が書いてる理論っていうのは、僕が32年の中で培ってきた9000人の女性を相手にして培ってきたいろんなね、ノウハウとか触り方とか技術知る前に、まずこれをね知らないと本当お話にならないですよ。そうですね、まあとある人に声をかけられて、始めたんですけど、はい、僕男の作法ってやつを徳間書店から一冊出してるんですよ、4、5年前に、はい、そっからあと何にも出してなくて、はい、まあ、できれば生涯に3つぐらい出したいなと思ってたんですよ、はい、そしたら思ってたらこの人が声をかけてくれて、はい、そしてアスコム出版ってとこに話持ってってくれて、はい、でまあ、アスコムさんは基本的に健康とか割と真面目な固い感じでやってる会社なんで、なかなか僕が入る余地は多分あんまりなかったと思うんですけど、声かけてくださった方がどうしても田淵で行きたいということで押してくださって、そしてまあいろいろ多分会議もあったと思うんですけど、見事出すことになりました。まあ、基本的には僕ね、健康法は健康法なんですよ。鍼灸治療院に研修生として7年近く働いてましたから、週に2回。あ、そうなんですか。うん、その間ずっと男優やってるんですよ。二足のわらじというか、まあ、もうこっちはほぼお金にならないんですけど、ほぼ研修医だから。こっちの男優の方でお金を稼いでたんで、全然それはいらなかったんですけど、ただここの7年間があったから僕買われたんですよ、パンと。その買われたね、ノウハウっていうかやり方をちょっと教えてあげたいなと思っております。雨竜治療室っていう神楽坂にあった治療院なんですけど、そこの先生の僕本を読んで、まあ弟子入りじゃないですけど、まあその研修医始めて、それでメキメキと体良くなったんで、それを絶対みんなさんに教えたいですね。僕はね、チョコボールさん、加藤隆さんと違う大きなところは、そんな自分で目立ちたがらないし、小心者だし、あとそんなあっちも強くないし、体も強くないし、頭もそんな良くないから、あんまりできる人間だとは思ってないし、実際そうなんですけど、そんな男でも頭が良くなったり、体が良くなったり、あっちが良くなりって変わっていけるシステムを見つけちゃったんですよ。それはね、ぜひ皆さんに、世の中のね、8割9割ぐらいの人はね、どっちかというと僕寄りで、加藤さんチョコ寄りの人って多分 5% か 10% ぐらいしかいないような気がするんですけどね。ないかもしれないあれだけね、ちょっ と得意で元気でね、人ってあんまりいないんですけど、だから僕はそっちの、ね、8割9割の人のためになんかお手伝いしたいっていうか、底上げしたいんですよね、レベルを上げたい全体で。頑張れば僕ぐらいか僕越せるぐらいのレベルまでできますんで、それを皆さんにやって幸せになってもらいたいなと思って出した本です。まあ、そんな大層の話じゃないんですけど、まあ僕ら男優、まあ、プロの男優、略してプロ男っていうんですけど、プロ男は知る男とプロ男かっていうところの、知る男は知る男ってあるんですよね、ぶっかけるだけの女優さんとあんま接しない、知る男、フェラ男、プロ男ってあるんですけど、僕、プロ男の人は大体詰めこんな感じです。でも知る男の人はこんな手してないです、みんな普通の人の手です。あれは一般から公募で、昔は15年ぐらい前はそれありました。今でもソフトオンデマンドとかでやってるかもしれないですけど、でもそこからシルダンから上がってきた人も結構いるんですよね、今男優やってる人で。まあ、それちょっと置いといて、まあ、プロダンの手はですねまあこういう感じで白い爪の白い部分がないんですよね。普通の人はだいたい白い部分がちょっとあって、このお肉が見えてないんですけど、こういう状態なんですけど、僕らもどっちかというと肉の方が先に来るんですよ。これどんなに激しい突きをしても肉しか当たんないっていうところなんですよね。あと爪を当てると痛いじゃないですか、硬いから。ですからまあラウンドって丸く刈り込んで、しかもヤスリもね、こうまず当てるでしょ。これだと普通。プロダンはさらに横に行って、こう行って横行って、もう一回角度揃えて5、6回
角度変えて入れるんだ。だから彫刻彫るみたいに。そこまでやるとあの丸に近くなるんで、いろんな角を落としていくんですね。角のこう多面体みたいなの作って丸に近くするんですよ。丸くなるんです。でもここまで気使わないとあの激しい動きできないんですよ。あーとかってやってるのが、まあ、それはまあ女の子状況を見ながら臨機応変にやってます。もうこれはエチケットっていうか基本の木ですね。あのもう歯磨きとか口臭と一緒で、もうそこあったらダメでしょっていう、もう入り口も入り口ですよ。そこから先行けないですよ。はい、野球やってる人とか、あのバーベル持ってる人とか、あの仕事上ちょっとここがガチガチになる人いるじゃないですか。それもちゃんと削ってニベアとかクリーム塗ったり、いつも保湿して、週末はね、仕事やる前にやると手が滑っちゃうから、油つけとくとね、終わった後はちゃんと油塗って保護しておくと割と手綺麗な手でいられて、こうやってね、手ってねケアしてないと20代でも荒れてくるんですよ。20代30代でももう40、50、60だとなおさらなんで、なおさら塗ってください。もう普段から。そうですね、まあ、夜寝る前だけでもいいんですけど、それだけでもね、あの唇とかあのこれってちょっと保湿するだけで全然あのピカピカになるっていうか、潤いとかプニプニ感っていうが出ますから、これやってもらって、いよいよ触り方、触り方はですね、だいたい手を軽く置くんですけど、ベタで置くと感じないんですよ、人間。ベタっと置くとこれダメなんです。ちょっと隙間がある、こんなちょっと浮いた状態、ちょっと浮いた状態、こんな感じですけど、これはベタ置きはね感じないんですよ、なぜか。こうなんです、ちょっとここに空間ありますよね、はい、って感じでちょっとやって、こう1秒間に1センチぐらいだから、これぐらいですか。これ、おお、遅いですね。そうなんですよ。ですからあのよく、まあ、見てるかどうか分かんないですけど、僕のやってる仕事の中ではそれやると怒られちゃうんで、怒られちゃうっていうか、例えば40分50分のフィニッシュ、スタートフィニッシュ40分か50分って言われるんですよ、やる前に。そしたら全部割っていくんですよね。ここ何分、それでまあこれ何分とかって全部割っていくんですけど、僕らプロダンってそれできるんですよ。40分を15分割ぐらいに割るんですよ。そうしないとあの均等に編集もしづらいし、どっか一箇所だけあの多いと編集しづらいじゃないですか。だから均等に進んでいくためにこのスピードになっちゃうんですよ。早いでしょ。でもこれが僕のやってる仕事のスピードなんですけど、これは実践では通用しません。あ、なるほど。これ業務上のスピードなんです。業務上のスピードなんです、ね、実際はこれなんですよ。1秒間に1センチ、あの1センチで1秒。すごい。ちょっと練習が必要ですね。トイレしまって。これぐらいの方が本当気持ちいいですよ。ご自身であの僕セミナーでやってる指導方法なんですけど、はい、目つぶって自分をね女の子になったつもりで目つぶってくださいと。で自分で自分のことこうやってね、あの触られて気持ちいいスピードとか押し方とか強度ってあるでしょ。強度、触る面積、スピード、自分でねこうやって見つけられるんですよ。ゾクゾクってする、あこれだったらゾクゾクってするって気持ち、それが最高の触り方なんですよ。でもここまで言うとあの、まあ、AV 見てる人に夢をなくしちゃうから申し訳ないんですけど、実際はやっぱちょっと違いますよ。AV のあの僕の頭の中で割ってやってるから早すぎるんですよ。女の子もそれに対して合わせてくれ、お金もらってるからね、合わせてくれてるだけで、お金もらってない普通の恋愛感じだったら許されないですよ、あれは。全然恐縮ないです、うん、だからあんまりね、 AV はまああのそういう作品だって割り切って、実際習いに来るんだったら習いに来て、まあ僕でも別のアダムさんでもいいですけど、まあ、習いに行った方がいいですよ、うん、案外ね、あのこういう髪の毛とか肩とか、あのいわゆる僕らがAV で映ってないとこ、そういうとこやってもねカットされたりね、あの言われちゃうんですよ、時間がないから。だからもう隠しのここしかやんないんですけど、本当はこの辺がいいんですよ。この辺が頭ってすごい、髪の毛ってすごい感じるんですよ、すごい。この辺がいいんですよ、この辺。すごい。そうなんですよ。だからなでなでしてあげればいいんですよ。よしよし、なでなでをこうやって軽くしてあげればいいんです。こういう勉強になります。それがもう最高の前戯って言いますか。だから AV だけ見てると分かんないんですよ。あれも時間を巻いて短くし、あの1日取らなきゃいけない量が多いから、ゆっくりやってらんないんですよね。ここがねほぐしっていうかウォーミングアップなんで、このほぐしをちゃんとやってないと、あの
心も体も受け入れられないというか拒否するんですよね。特に、まあ、男も女もそうなんですけど、ほっとしないとね、濡れたり立ったりがないんで、だからほっとする、安心できる安心感をね、伝えてあげないとなかなか成立しないですよね。僕らでもビビってるとこれしないじゃないですか、うん、不安だったりね、安心とかほっとする方に持ってる。だからよく僕らがあるのは、すごい惚れてる女とかすごい美人な女って緊張してこれしないでしょ。ああ、ありました。僕も実体験であります、どうでもいいブサイクな人の方が案外こうなったりするんですけど、あれってほっとしてるからですよ。あ安心してるから。あこっちも一緒ですからね。だからまずね、安心感をずっと与えてあげる。まあ最初の入り口がこれですよね、触り。どうしてもね、緊張すると硬くなっちゃうでしょ。まあキスするときもビビってるとね、ついつい唇が硬くなっちゃうのね。硬い唇ってあんまり気持ちよくないんですよ。キスしても、まあ、いろんなとこ舐められても舌とか唇が硬いと気持ちよくない。むしろ不快っていうか、よりだけ赤ちゃんみたいに、赤ちゃんの肌みたいにプニュンプニュンに柔らかくしとくと、どこ舐めてもキスしても気持ちいいもんですから、これはもう意識的にね、脱力してください。慣れてないとやっぱりね、お互い硬いんですよ。特に初心者にありがちなんですけど、でもここで一回勉強し、僕の話聞いて勉強しておくと、脱力じゃないと気持ちよくないんだなっていうことが分かりますから。この大人四十八手のすごいところは、また読み返してね、自分の好きなところだけ読み返して、あとずっと一生使えるっていうか、また僕が書いてる理論っていうのは、僕が32年の中で培ってきた、9000人の女性を相手にして培ってきたその実体験でもありますし、あと嘘を言うのは嫌だから、必ずね、普遍的にできる、地球上のどこ行っても同じ結果が出る普遍性と再現性が必ずないと世界中の人を納得させられないなと思って書いてますんで、それも間違いなく緩んだ方が気持ちいいです。もう手もね、ここもそうですけど、置いておくだけですよ。置きに行ってちょっと軽く、ちょっとなんていうんですかね、吸ったりね、強く押したりするもんじゃないんですよ。置いてその肉感を楽しんでるだけなんです。そっちの方が気持ちいい。なんかね、意図的に何かしようとか、どこしようっていう意図が見えると相手ってしらけるんですよ、お互いね。男も女も意図を見せちゃダメなんですよ。お互い置いてた状態で自然発生的に勝手に動いちゃったっていう、こういう唇ですよ、動いちゃったっていうのがすごく地球に調和してるっていうか、自然な動きなんですよね。そっちの方がやっぱ美しさもあるし、自然さもあるから、そういう感じで脱力して、あとは自分の体の動く方向に任せてくださいみたいな感じ。意図的に動かすことは全部ね、何やっても相手に伝わりますから、しらけます、必ず。この上の方でこれもう成功すると、下の方行った時も同じようにすごく気持ちいいですから、もう脱力してやりますから、脱力ってもこうやってずるって完全に力抜くことじゃないですよ。脱力っていうのは何ていうんですかね、この辺の変な力が入ってないよってことで、中の骨盤と背骨に回るついてる内臓付随筋、インナーマッスルって言うんですけど、この辺はしっかり動いてるんですよ、筋は。だからダンサーとか歌手が使ってるのはこの辺で、あんまり外側の筋肉って力入れてないんですけど、ないと上手に歌えないし動けないし、そういう感じです。力まずに内臓付随筋だけの呼吸筋だけでやってると、すごく楽で簡単にずっとできるんですよ。頑張っちゃうとね、数分で終わっちゃうし、長くできないんです。楽ですね。でも一番大事なのは鼻呼吸ですよ。鼻で呼吸しないと持たないですよ。ちょっと鼻呼吸の話したいんですけど、いいですか。はい、はい。ちょめちょめで一番大事なのが鼻呼吸なんですよ。鼻呼吸、僕これ瓜生治療室で習ったんですけど、まあ、そこにはがんの患者さんとかリウマチの患者さんとかいろいろ来られてるわけですよ。鍼灸治療院だから、体を治しにね、まあ、そういう人たちを指導するのに必ず鼻呼吸って言ってて、あと食事はこうですよ、体の使い方こうですよって、あと、まあ、たまには瞑想したりね、お風呂の中入ってる時はいいこと考えなさいとかね、いろいろいろんなことで健康になる
方法を教えてるところだったんですけど、そこで僕習った鼻呼吸、ずっとやっぱ30年間近く口呼吸だったんですよ。ちょっと口が開いてるやつっているでしょ、ちょっとこれぐらい、あの数ミリ開いてる人、これみんな口呼吸ですから。鼻呼吸の人って絶対口開かないですから。うん、それでまあ鼻呼吸、口呼吸から鼻呼吸にもうすると決めて動く、動いたらまず日常生活が楽、あと運動してもね鼻呼吸の方が楽なんですよ。これね走れば分かります。走って例えば1キロでも500メートルでも3キロでもいいんですよ。何でも口呼吸でハッ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 って走るのと鼻呼吸でハッと走るのだと倍疲れが違います。これちょっと長くなっちゃうんですけど、口呼吸だとあの冷たい空気が肺に入ってきて、例えばここの空気が20度としますよね、はい、20度の空気が入ってきて体が冷えちゃうんですよ。体って 36.5 ありますから。でも鼻呼吸だと一回ここで温めて脳にぶつけて脳を冷やして中に加湿加温して入れますから、ちょうどいい36度に近い温度で入ってきて体に優しいんですね。脳ってねパソコンと一緒で 熱くなると動かないんですよ。だから脳を冷やすには鼻呼吸しかないんですよ。すごく合理的なんです。それであと人間以外の哺乳類は全部鼻呼吸してます。人間だけがねなぜかぶっ壊れちゃって口呼吸してて、だから病気が多いんですよ人間は、うん、他の動物病気しないんです、鼻呼吸がしっかりしてるから。そうです。あとね口で呼吸してると扁桃腺やられて、ここ免疫に大事なもんがあるんですけど、ここが壊れちゃうからいつも風邪ひいたりだるかったり、あと低体温だったり、低体温とかあのだるくなるとまず勤労意欲が湧かない、あのはっきり返事しない、あと、まあ、当然エッチもやる気しないですよ。もう全部やる気しないですから、ずっとね寝起きの状態になるんですよ。一日中寝起きの状態だから何もやる気しないから、まあ、どこ行ってもあんまよしとされないですよ。仕事行ってもエッチしても。それを良くするのが鼻呼吸で体温を上げていくんですよ。頭寒足熱って頭が冷たくてこっちが暖かくなる、一番理想的な。あとね口臭が臭くならない。口呼吸のやつはいつも口開いてるでしょ、だからあの口腔内が乾いちゃって唾が出ないんですよ。となると口が臭くなるんです。これは気をつけないといけないですね。これモテないですよ。もう家族内でも言われますよ、お父さん口臭いとかね、うん、まあまあ会社の人は言わないけど黙ってますよね、こいつ口臭いなとか。僕あんまり口臭い人がずっと喋ってると向こう向きますもん。ああそうですか、あなんかちょっと用事思い出したからごめんって言って途中帰りますもんね、あの臭すぎて口が。だからこの人と長く喋ってられないと判断してわざと嘘ついちゃいますけど、そういうことになっちゃうんですよ。当然モテないですよ。まあ僕らやっぱモテないと寂しいじゃないですか。特に男ってそういうもんですから、女にモテるのが男の喜びですから、いやちょっとやっぱ努力しないと。これまだ今序盤の話なんですけど、一番大事なのはですね、まあ、体温上がって顔つきも締まってきて、口呼吸ってねこの辺締めてないからいつもこの辺が緩んで顔が垂れてるんですよ。あ確かに、いわゆるアホ顔、目も垂れてきたって。でもね欧米人はあの割と鼻呼吸ちゃんとしてるんですけど、日本人は口呼吸多くて、欧米人みたいに顔締めたかったらちゃんとあのピッと口を閉じて、あと下の位置がですね、これ上顎下顎ですよね、上顎下顎、下の位置がみんな分かんなくて暴れたり押したり上押したりして出っ歯になったり、あの受け口になったりする人多いらしいんですよ。下が暴れて、下の位置ってちゃんとあるんだけど、これね厚生労働省もあの文部科学省もちゃんと教えないんですよ、学校とか幼稚園とか赤ちゃんの時に。その位置は上顎にピタッとつけるんですよ。上顎にピタッとつける、できるだけあの先っぽをつけるんじゃなくて根元の方からピタッと全体的につけるとクッと上になるんですけど、そこが一番ねバランスが良くて、これ一流のスポーツ選手はみんな分かってやってるんですよ。そ、僕ら素人は知らないでしょ。もう初めて聞きました。もうあの野球選手とか大リーグ、まあ大リーガーもそうですけど、あのサッカー選手も多分競輪の選手もみんな知ってますよ。だからパフォーマンス上がるんですよ。こういうのをこういうことはちゃんとね学校で教えなきゃダメなんですよ。そうするとねぐっと締まってきて頭も良くなるし、僕はね上顎にピタッとつけながらちょっと脳を押すような感じでうんうんうんって刺激入れるんですよ。そうすると 目が開くっていうか頭が良くなるんで、うん、そうなんですよ。そこまでやって下の位置まで覚えて鼻呼吸をしっかりする、
使えば使うほどね穴って広がってきますんで、これラマルクの法則ってあるんですけど、18世紀の動物学者ラマルクが使う器官は進化して使わない器官は退化するって当たり前のことを、まあ、ニュートンみたいなこと言ってるんですけど、でもこれ言っちゃったもん勝ちで、18世紀だから言っちゃったもん勝ちなんで確かにね使ってるとねあの大きくなるんですよ。みんなね口が開いてるとこっちつかなくなるから鼻の穴閉じちゃって余計口が開いちゃうんですよね。だからできるだけ、まあ、耳鼻科行って鼻炎とかあいろいろ治して口つむって、中にもう長年使ってないとポリープとかあったりする人いますから、まあ今電気メスとかで簡単に焼けますから焼いて取ってもらって鼻の穴広げてしっかり鼻呼吸を習得する。そして24時間鼻呼吸を習得するために寝てる時に口にテープ貼るんですよ。俺は鼻呼吸ずっとしてるよって豪語してる人でも寝てる時は分かんない、案外口が開いてるかもしれない。ちゃんとあのかぶれないテープって売ってますから、あと鼻呼吸用のテープ売ってますから、こうやってつけて寝て、あと枕がこうやって高いと首が押され、枕が高いとこう押されるでしょ、押されるとねここが苦しくなるから口が開いちゃうんですよ。そうかもしれない。枕はで低い枕にしてここ気道を、ね、確保するんです。ここそうすると鼻呼吸が楽なんですよ、うん、そういう風にして寝てもらう。あとねよく言われるのが、僕横向きにしか寝れないんですけどっていう。まあそれでも、まあ、できるだけ横向きにしか寝れない人ってのはどっか、ね、骨がもうずれてるから、この骨がずれ首とかこの背骨の骨がずれてるから、回路とか整体で矯正しながら仰向けに寝る癖をつけた方がいいですね。横向きに寝るとどうしてもね頭の重さが5キロあるから顔が潰れて左右差がすごい出ちゃうんですよ。顔の、うん、あと鼻がねどっちがこうやってペタッとなってる人いるんですよ。なんかこう寄ってしまうんですね、うん、長年やってるとやっぱそうなっちゃいますから、鼻の穴の大きさも違ってきますんで、できるだけ背骨整えて、まあ、まあ、いけなくてもゴロゴロするだけでも結構整うんですよね。子供みたいに寝る前にゴロ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 して、それで低い枕でテープして寝れば、まあ、1週間ぐらいすればね口テープの習慣は慣れます。そして24時間鼻呼吸が補完されて完璧になるでしょ、はい、そうするとね全く見る世界変わりますよ。ほんと楽、生きてて楽っていうか健康ってこのことなんだなって思わず膝を叩く、あ本当の健康ってこれなんだっていう状態が見つかるんですよ。その状態を確保して鼻呼吸をする。ここ今から言うのが一番大事。鼻呼吸がなぜ一番僕が押してるかというと、時間大丈夫？大丈夫ですよ、全然大丈夫。一酸化窒素 NO って物質ができるのが鼻呼吸だけで、はい、呼吸だと NO できないんですよ。この一酸化窒素 NO が何やってるかというと、血管を広げていくんです。肌の中には広げると10万キロの血管があるんですよ、毛細血管含めて。長いでしょ、地球4周分ですか、 2.5 万キロだから 4周分の血管があるんですよ。それを広げるんです。肺も良くなるし心臓も良くなるし、当然だからね、あの勃起には欠かせなくて、あのバイアグラとかレビルとかシアリスって勃起薬あるじゃないですか、あれは NO を止めておく薬なんですよ。NO ありきなんですよ。だから鼻呼吸が一番いいんです。鼻呼吸しかありえないんです、選択肢として。免疫も強くなって頭も賢くなって顔も締まって口も臭くない、それあっちが強くなって、もう口呼吸続けますか鼻呼吸やりますかって言ったらもう鼻呼吸しかないんですよ。いろんなねあのノウハウとか触り方とか技術知る前にまずこれをね知らないと、もう本当お話にならないですよ。いつまでたってもやっぱり技術はうまいけど体力ない口の臭い人ねってなっちゃう。確かにイカさん、あんたイカすのうまいけど口臭いわねって。体力ないね。ない。続かないわねって。でもこのシステムやると一生使えて年々やり方が上手くなるから、40、50、60、70、80の方が上手いんですよ。呼吸が、体の使い方もすればするほど。そうです。僕どっちかというとあのスポーツ系のピークって、あの水泳とかボクシングもそうですけど、だいたい20代半ばぐらい、いわゆる成長期でピーク終わるんですよ。サッカーもそうですけど、もうそこからあと老化だからスピードが遅くなっちゃうんで、スピードじゃなくて技の方だから、年々武術系武道系だから先生の方がうまいってあるじゃないですか、あの技術の場合は。そっちの方向を教えてるんですよ。これだとあの先があるっていうか、筋力とかスピードだけのちょめちょめだと、もうここからあとどうすればいいんだってことなんですけど、僕はそれをつまんないと思う。こっから先はずっと右肩上がり伸びていくのってもう技術しかないんですよ。知恵と技術しかないんですよ。
ゃ奥が深いですね。まあ浅いんだけどね、ちょっと掘っていくと深くなっちゃいます、ね、入り口めちゃくちゃ浅いんですけど、まさにプロですね。脱がすのもあのそのアイブのね一環だということで、はい、あの そうですね、あの大きな意味での、あの広い意味でのアイブ、その時やっぱり雑に脱がすとまずいし、せっかくデートしてお互い会いに来てんだから、まあ、普通の服よりはちょっといいもん着てるじゃないですか。そのいいもんを雑に扱ってバッと投げちゃうとやっぱり女の子は特に気にするし、男はざっとしてるけど女って細かいんですよ。だから女って細かいとこずっと見てるから、だからそれに合わせるというか、それに応えるには細かくするしかないんですよ。男のざっとしたとこもね、あの豪快で僕も好きなんですけど、やっぱ繊細さもいいですよ。繊細な男ってもかっこいいですよ。だから普段は豪快だけどここは繊細にできるよっていうその技術みたいなもんですから、うん、僕はそこで丁寧に一つ一つゆっくり脱がしてあげて、それでまあそれをね、あのまあゆっくり時間かけてねやればいいだけなんですけど、まあこれちょっと口でする口で説明するの難しいんですけど、まああの一つ一つのアクションを丁寧に、さっき言った手の使い方あるじゃないですか、はい、まあ優しく軽く使えばあのそういう風になってますんで、それをずっとね辛抱強く、あと楽しみながら、義務感とかねでやるとちょっとこれはこうなんだっていう心持ちでやると相手にこの心が伝わっちゃうんで、楽しんでこういうのがすごく好きなんだよ、あなたのこと好きなんだよっていうことを伝えるために楽しんでやらないと、伝わるものがね、技術より先にね気持ちの方が伝わりますから、技術はやれば伝わるけど、気持ちってもう会った瞬間っていうかね、その場にいるだけで同調して伝わるから、それをいつも思いながらやってやってすっと丁寧に置いて、そしてまああのゆっくり横になって、まあ正直言うと横になってもらうと脱がせづらいんですよ。あのベッドがあっても全部取るの邪魔でしょ、ホックとかチャックがあるから、だから全部立ってる時に一番やるのが一番、これプロのテクニック。どうしてもあの横になってからやろうとすると本当ね脱がせられないんで、立ってる時もチューってやるか、もうそれ以上恥ずかしいんだったらもう一回もう下着になったところでちょっとシャワーに行くように進めるとか、まあ多分そっちの方がいいでしょうね。あとね大事なのは、よく AV だと時間端折って直で触るでしょ、あれってね許されないんですよ。直触りはあの3つぐらい後なんですよ。じゃあ最初どうするのってことになるんですけど、最初はもう 外触りですよ。外のからあの女性ってね、そう繊細だしね、段階踏まないと許さないんですよ。だからいきなりプレゼント渡すんじゃなくて、ちゃんと包装紙にくるんでリボンつけたのが一番喜んで、それを開けていくのが嬉しいって、男は別にそのままでいいんだけど、女ってねやっぱ外から丁寧に一個一個、まあ、これジャケットあるとするじゃないですか、ジャケットの上から触る脱がす、シャツですよね、シャツの上から行って次下着ありますよね、これ。それでその3段階ぐらい踏まないと納得しないし、上がってこないです気持ちが。僕らはねどっちかっていうと、男って即燃性って早く燃えて早く散っちゃうんですけど、女は地燃性って遅れてね、遅い燃え方だからカーブがゆっくり上がっていくから、それに合わせてあげるには男の方がゆっくりしてあげないと。これがね男の 愛ですよ、優しさ、あの直触りはね、僕知り合いの男優でもいたんですけど、僕も直嫌なんですよねって言って、あのやっぱり一回パンの上から触っていただいて、それで十分ほぐして大きくなってから直触りの方が好きって、男としてもそれで言われてみれば、あそれもいいかもしれないね、そっち、まあ、それもじゃあ女性だったらなおさらだなと。男でもそれ言うやついるから、女だったら 2,3 倍余計に丁寧にやった方がいい。ありがとうございます。そういうことを多分書いてると思うんですけど。